北森駅は岩手県八幡平市屋田にある東日本旅客鉄道花和線の駅である。旧北森駅ホーム旧駅舎は水仙トイレ、駐車場、駐輪場などが整備されているもののアクセス道路が境外であり、また周辺には民家がなく利用者の防犯上も課題があった。このため八幡平市は新市役所の移転に際し、駅も隣接地へ移転させることを要望し、 JR 東日本森岡市社は2012年11月7日に移転することを発表した。新駅社は旧駅社、北緯39度57分33秒統計141度3分59.7秒、北緯39.95917度統計141.066583度、39.95917141.066583、 から約500メートル南東に移転し、隣接する新市庁舎に通路で直結され、警備なども新市庁舎の一部として行われる。駅が移転したことで一部区間の運賃が変更され、北森駅を発着する定期券、回数券は一旦払い戻しの上、新たに購入し直すことで対応した。短式ホーム一面一線を有する地上駅で、 八幡大市役所新庁舎と通路で直結している森岡駅管理の無人駅。旧駅はホームに隣接して待合所が設置されていた。周辺には田園風景が広がる。2005年の合併まで存在した松尾村の中心部が近い。ありがとうございます。